心ない嘘で月の森を破滅させようとしたマウス。これを倒し、二つ目のムーンストーンを手に入れたクータローでしたが、新たな敵がすぐ近くまで迫っていたのでした。では、冒険の続きを始めましょう。全身に猛毒を蓄えたスネークはムーンストーンの力で周囲を全て死滅させる毒性を手に入れました。見境なく病毒を振りまくスネークの存在はムーンベアキングに疎まれ、黒の城の地下に幽閉され毒薬を作らされる羽目に陥りました。スネークは我が身の不運を呪いつつ、外へ出る機会をじっと待ち構えていました。そしてついにその時が来ました。毒蛇は解き放たれたのです。スネーク、ウタロー、檻ごと消しちゃってしまえ。森が大変じゃ。お助けて、クータロー、あいつを止めて。ちょっと待って、私は関係ない。ジー、クータロー待って、食われるぞ。こっちへ。ジオ、冗談じゃない、私は味方だ。クーナスネーク、私はマウスシャルだぞ。カリナの活躍でスネーク将軍の口から辛くも逃れたクータローは尻尾の先まで転がっていきました。蛇は頭を叩かなあかん。行くで、クータロした乱開発や行き過ぎた工業化が美しい緑の星を誰も住めない砂漠と化したのです。我々は文明の在り方を考え直す時期に来ているのかもしれません。アホか、明らかにスネークの毒のせいやがな。何見てたんや。チーズなのは当然でした。チーズといえばネズミの好物、そのネズミを好物にしているのはヘビ、スネークでした。
クータローはうねるスネーク将軍の背中を駆け抜けました。鱗を吹き飛ばし、トゲを避け、毒をかわし、雲を乗り越え、砂の波を切り裂いて、クータローは進みました。同じく神秘的なピラミッドがありました。月の古代の王族の墓なのか、偉大な王がミイラとなって眠っているのか、それはまだ誰にも分かりませんでした。スネーク将軍の全身から放たれる猛毒により、すでに月の森の3分の1は死に絶え、その勢いは森の中心にある夫婦杉まで迫っていました。夫婦杉藩たちがやられたらしまいよ。はよスネーク退治せんと森が枯れ果ててまうで。ぼちぼちスネークの顔が
時です。待望のスネークが顔を出しました。スネーク将軍に丸呑みされた空太郎たちは延々長蛇と続く体の奥底まで飲み込まれてしまいました。どうにか助かったけど、周りは毒だらけや。落ちたらヤバいで。沈む、溶ける、流される。誰か助けて。チチチ、今なら何でもします。誰でもいいから助けて。自業自得やな。森のみんなを苦しめたからや。そんな、お願い、許して。ここから出られるなら何でもします。そや、クータロー、そいつに乗ったり。そのままここから脱出や。チチ、重い、苦しい、前、危ない。怖い。浮かんでいる巨大な骨や脳はスネークに丸呑みされた命の変わり果てた姿でした。いずれ全て消化されスネークの血となり肉となるでしょう。父、もう溶けてる、消化されてる。やかましい。私がこんな目に、痛い、苦しい、毒が目に入った。だから水が、もういちいちうるさいわ。風太郎はマウス将軍の背に乗り、スネーク将軍の毒液を渡っていきました。嘘つきの体は舌と同じくよく滑りました。太郎様、私とこの女交代させるべきです。そうすべき。あー、落ちる。ちっとは黙っとれ。ブー太郎の気が散るやん。もうすぐ出口やで。チッチー、置いていかないで。待って待って、正義の味方マウスを忘れて。マウス、チッチー。風太郎はスネーク将軍の消化器官を遡り、腸も胃を越えてついに食道近くまで到達しました。喉を切り裂き、脱出まであとわずかです。魔女が魔法の鏡を使って空太郎を見守っていました。さすがは私の見込んだ子だよ。見たかい、またムーンストーンを手に入れたよ。一方、黒の城グリズルシュタイン城でもムーンベアキングが魔法の鏡で様子を探っていました。タイガー、マウスに続いてスネークまでもか。なぜだ、なぜ空太郎が倒せる。くそ、
スネークに食われるわ、クータローには足気にされるわ。今に見てろよ。あ、ムンベアキング様、ムンベアキング様。バル、貴様は何をやっている。我を裏切ったか。めっそうもございません。これも作戦でございます。ユータロを油断させ仕留めるための罠にございます。ほほう、詳しく話してみよう。もっと近くに寄れ。はあ、私めの作戦だ。ムンベアキング様、お許しを。本気でやりすぎだよ。クータローはカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し